悲しいなぁ。グロすぎる打線。阪神なのにオールスターこんなにたくさん出るんだ。オールスター打線が完封か。オールスターでさらに疲労を蓄積させる模様。オールスター選手のノイジーをベンチに追いやる超強力打線なのに。今の阪神は全く期待できん。チーム全体で足を引っ張り合っとる感じ。また完封負けに飽きたわ。昨日負けていい試合やったんなら今日はどうやったんや。明日はバウアーやけど、岡田が余計なこと言うと全部フラグになるな。あと1球から1週間でくさ。佐藤輝明、打率2割2分9厘、OPS771、対右打率2割1分8厘、対左打率2割5分8厘、渡辺亮、打率1割8分6厘、OPS536、対右打率2割8厘、対左打率1割5分8厘。伊藤自責にだけど初回はまともなショートなら抜けなかったし、6回もどの道犠牲フライとはいえ、補給できずツーベースにされたしかわいそうすぎる、というか0点じゃ勝てまへん。梅野は打てない里崎くらいにはなるかと思ったら壁性能が落ちてきてるのやばいよな。壁性能が落ちた打てない里崎とかファンサービスでも頑張るしか使い道ないで。ノイジーが一番打った月、4月、OPS643、佐藤輝明が一番打ってない月、6月、OPS656。佐藤外す余裕あるか、もしかしたら1発すらなくなっとる。外すんじゃなくて打順下げればいいのにな。代打で前川とテル温存して負ける意味。お前ら昨日は佐藤外せって言ってたくせに佐藤使えとかどっちだ。冗談抜きに西武戦前までどうやって勝ってたんや。ノイジー佐藤のいない飛車格落ちなんやが、オールスター軍団、リーグ2位。昨日はスタメン全員、今日もほぼオールスター打線に完投と完封する横浜ヤバすぎるだろ。2試合連続で完投を許すオールスター打線。明日バウアーからホームラン打てなかったらいよいよ終わり。オールスターに出る選手が控えって阪神って随分と層が厚いんやな。5番サード糸原にするだけで流れ変わるぞ。あれ？オールスター軍団さん、